ドキドキしていた。以前レタスをあげた時も同じようなリアクションを取ったんだけど、ホタルはどうやらキュウリもあまり好きじゃないみたいなんだ。最近は氷にもついに飽きてきたみたいで、途中で食べるのもやめるようになってきたし、新しいおやつを考えないといけないようだ。はい、皆さんこんにちは。ホタルどうやらキュウリも嫌いなようです。ずっとこれもキュウリをあげてから結構時間経ってるんですけど、口の中でモゴモゴしてなかなか食べようとしません。でも食べないんだったらもう取ろうかなと思ってもらいに行くんですけど、そこはペロッと出しましたね。でそこはやっぱりホタルの食欲返してくれないんです。意地でも食べようという、ちょっと、気持ち大きいような気もしないではないですけど、この頃のホタルであればもう何でもかんでもガリ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 噛んでましたし、顎の力はもうホタルすごいので、もうこのぐらいのキュウリだったら一気にバリッと噛んじゃうんですけど、なんかどうやらあまりお気に召していないような感じです。前のレタスもそうでしたけどね。やっぱり野菜、人間と一緒でやっぱ野菜も好き嫌いがあるんでしょうか。一応食べてもいいとはGoogle 先生に確認はしたんですけど、これまたペロッと出します。でね、噛んでる様子もないんですよね。なんかずっと口の中でもごもごしてるような感じ。あ、でもようやくねこの辺で噛んで覚悟を決めたのか、あまりでも、食べてますね。あまりでも美味しそうではないですね。これ以来キュウリはあげてませんけど、レタスも最近あげてないかな。この間キャベツをあげたかな。テンションはそこまで高くなさそうです。で最近ホタルのおもちゃが次々と破壊され、あとはもうボロボロになり、処分をしてるんですけど、今日また新しい近所にクー&リクがあるので、そこのペットショップで新しいおもちゃを買ってきましてですね、また今度動画であげようとは思うんですけど、ホタル鹿の角がもう大好物のようで、ひたすら噛み続けています。やっぱりこう生き物の獣の骨とか獣の角っていうのがいいのかもしれないですね。でこれね、これもクー&リク行った時に、これは以前のあれなんですけど、動画なんですけど、これもたまたま冷たそうでホタルにいいかなと思って買って帰ってみたんですが、今これ初めて今載せたところですよね。でこれ動画には映ってませんけど、このあとホタルもう早速、もうここは自分のトイレだということで、もう早速おしっこをして、その後も何回かに繰り返し洗って匂いを取ってはホタルに使わせようかなと思って、これはもうボロボロになるホタルのところに持っていくんですけど、もう10秒もしない間におしっこしちゃうと、もうこれも処分しました。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。